こんにちは。雨だよ。皆さんは公式のYouTube と X を見てくれたでしょうか。そう、ハイタッチ会開校、夏の課外授業が始まったんですが、ぜひ YouTube 私出てるので見てみてくださいあの告知動画を撮ったんですよ。告知動画を私チャーハン部と一緒に出てるので、ぜひ見てみてください。といっても、まあさっきさ、1と3-2の CD を持ってる人ってか、当日バケツの CD を買うか、デジカルトレカなんか、その3種類あるらしくて、そうハイタッチができるみたいです。そう、この間ね、YouTube の撮影をしてきまして、やっとね、やっとというか、まあ本当にこの間なんだけど、そう、ハイタッチ会、皆さんぜひお待ちしております。1と 3-2 の、そう、参加権を持ってる人か、当日バケツのねCD を購入するかみたいな。全国の握手会の券、イベント参加券で、探してみてください。やっほー、はい、立ち会があるので引っ越しな、確かに引っ越しの断捨離とかだったら、そうだね、宝箱に入れてあるそうだって。
全国握手会があるので、全国握手会、ハイタッチ会、すごいね、ハイタッチ会だって、初めてだよ。おしゃべり会しかしたことなかったから、ハイタッチ会というのは初めてです。皆さんぜひ探してみてください。昔は劇場公演ね、ハイタッチね、聞いたことある。手袋して、わかんない、どうなんだろうね。手袋してなのかな。どうなんでしょう。力の特殊動画見てきました。あれはね、結構時間かけて撮影したので、みんなぜひ見てください。制服を着て撮影しております。セーラー服着て、チャーハン部で、あれは撮影の後に初めて の舞台のお稽古で、すごい緊張した思い出。どっちも緊張した思い出です。はい、しぶりちゃんが強そうでしたくない。優しくしてで言えばいいんじゃない。ハイタッチ軽くしてね。うじここの棒。うじここでも頑張ってましたよ。チャーハン部部長なんで、やっぱ岩さん、子供で低加減シェアでめっちゃ強いハイタッチしてた。ユイナとかね、強いかも。私も強いかもよ、まだ力はあるので、強いかもですよ。今日は学校で大会のダンスの練習が3時間もあったんですよ。やばくないですか。3時間もダンスの練習があって、覚えました、ダンスを。難しかった。3限目ぐらいまであって、だから合わせて2時間15分ぐらいずっと踊ってました。やばくない。なんかすごい難しい曲なんですよ。
それを頑張って動画見ながら覚えてました、みんなで。難しかった。もうみんな意味わからん意味わからんとか言って意味わからん意味わからん、どういうこと。難しかったところは、こうしてこう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 してこうこう、みたいな。あとはこうしてこう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 めっちゃ難しかったんだけど。糸島は何月がいいのだろう。糸島何月がいい。でも夏がいいんじゃないかな。夏が海が綺麗だし。富士五湖から、え、嘘、どこ。あ、おった富士の子がちょっとアイコンが普通すぎて分かんなかった。富士って何月に行くのがおすすめなのですかって。やっぱ夏じゃないんですかね。海なんで糸島は。多分。でも糸島ってさ、行き方むずいよね。もう車で行くしかないよね。福島はむずい。聞き方が分かんない。やっぱ私はね、結構まあもっと大きく踊ろうとしたいんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて。学校だと。でしかもなんか途中、なんかそのダンスの途中でなんかフリーポーズをするところがあるんだよ。そこでなんか友達からね、なんかアイドルはどんなポーズする教えてみたいな、めっちゃ言われて恥ずかしかったです恥ずかしかった。普段のレッスンよりは短いです。普段のレッスンは3時間以上ある時が多い。3時間はあるか。恥ずかしいね。そう、そういう。もうあの全国握手会の告知動画は結構もう私はノリノリでやったのでノリノリでやりました。7月とか、うん、7月、6月は多分梅雨だから雨が降りそう。7月、8月かな。富士ここがね、インスタ頑張るって言ってたから、みんなぜひ解説したら見に行ってあげてください。糸島ステップオーガスタね。オーガスタ去年出た。楽しかったね。暑かったね。あれオーガスタほんと暑かったな。もうびっくりした私。めっちゃ暑い。でもファンの方はさ、ずっとさ、私たちが出るまでさ、なんか場所取りとかさしながらさ、あの暑いとこで待ってたって思うと
すごって思うんだけど。そう、なんかダンスでなんか今日頼ってもらえてね、一個なんかダンスインって言って、そのダンスを誰よりも早く覚えて、全校の女子に教えるダンスインっていうのがいるんですけど、その子たちがなんかもう春休みとかも学校に行って覚えたりしてたのね。だから誰よりも早く覚えてるんだけど、でその子がなんか一個ちょっと難しい振りがあって、そこをできない子たちに教えてたんですよ。それでなかなかそのできなかった子たちできない、みんながなかなかできなくて、心教えてあげてみたいな、一緒に、そうで一緒に教えてあげました。そしたら担任の先生もなんか、あ、心いけいけみたいな言って恥ずかしかった、めっちゃ。私が頼れるのはね、そんなとこしかないかな大会で、まあそう頼られる場面が少ないので、私は普段こういうところで頼られていきたいと思います。ハイタッチ会の告示動画は YouTube に上がってます。一番にフォローしてね。わ、やばいやばいやばい。一番にフォロー、いやさ、だって何時に解説するとかさ、わかんないね。ね、でもやっぱ一番は藤子のファンの方に譲りたい気持ちがあるけど、そこは正々堂々と勝負させてもらいます何時からやんの私ね、それ一番っていうの苦手なんよね一番系オーガスタで仕事以上に日焼けした。するよね、暑かったもん。7期生とハイタッチしないぞ。本当？そうだ、7期生もね、確かにあのちっちゃい子はちっちゃい、でもちっちゃいって言ってもユイナと同級生か。じゃああるか。7期生もね、7期生とか初めてのさ、ファンの方とのあれなんじゃない、多分そのハイタッチ会が。わあすごいね、最初にハイタッチ会ってすごいね。早速現地っていう、少し前に授業参観もあった、ありましたね。でも私はその時ママいたんだけど家にでもなんか中学校って
授業参観に、なんか小学校の時とかは授業参観にお母さんたち来るのが当たり前だったんだけど、中学校来てる人の方が少ないんですよ。だから別に来なくていいよって言って、結局来なくて、それで私窓側の席なんですよ今。窓側の席なんだけど、その廊下側か、廊下側の席なんだけど、廊下やっぱお母さんたちが廊下側の窓から見るからめっちゃ気まずかった。めっちゃお母さんたちいた。7時くらいに始めるよんだって、みんな待ち構えとかないと部長が怒ります。お腹すいたな、めっちゃ早い、5時過ぎ早い。みんなはいつも何時くらいにさ食べてるの、ご飯。私も7時過ぎが多いんだよね最近。8時過ぎ、お腹すく、8時頃が多い。私も8時頃が、7時から8時。でも夜ご飯って絶対早い方がいいよね。でもまあしゃあない。夜ご飯はもう仕方ない。今夜は10時過ぎ、あらあら、頑張ってください。今日の給食何だったの？今日の給食はね、何だったっけ？あ、わかめご飯と、わかめご飯と、うどんが出ました。うどんと、わかめご飯とうどんと、肉詰めいなりと、ま、あ、やめちゃムースが出た。めっちゃ美味しかった、やめちゃムース。なんか、抹茶感ないけど抹茶みたいな、薄い抹茶みたいな。やめ茶ムースめっちゃ美味しかった、抹茶好きには。で、抹茶嫌いな人多くてさ、いらないっていう人めっちゃ多かった。お、あ、油そば食べてる。並んでたでしょ絶対。肉詰めいなりめっちゃ美味しい。肉詰めいなり、先輩とタメ口でなんか話してみたいな感じなんだけど、結局話せないです。でもめっちゃ話してる先輩とは、舞台中、舞台稽古中。楽しいです。明日も稽古あります。楽しみ、楽しい。してはそろそろ終わりたいと思います。じゃあ読みます。
13位セレナレさんありがとうございます。12位カークさんありがとうございます。11位ウチーさんありがとうございます。10位博多ナルナルさんありがとうございます。9位シージャンペさんありがとうございます。8位クロさんありがとうございます。7位ホタテさんありがとうございます。6位ムハマロさんありがとうございます。5位ノリペさんありがとうございます。4位京子のごろさんありがとうございます。3位ミジェジアさんありがとうございます。2位カトペくんありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございました。では明日は明日やる、明日の次が祝日か。ではまた明日も頑張りましょう。早いけど。バイバーイ。ありがとうございます。